チャーハンは奥が深いトルーパーズの山中です。トマトチャーハン作った。週末ですよ、トルーパーズ特売情報。今日は、今週お盆ということで、いつもはツイッターとかで相手してくれている方もちらほら来ていただいて、皆さんありがとうございます。というわけで、今週末トルーパーズをご利用していく上にはこの辺いかがというのを簡単に紹介させていただきます。まずはこちら、もう1、2着しか残っていないのですが、こちらドイツ迷彩の BDU ジャケットとパンツ、上下で揃っているのは S サイズのみで、それぞれ2000円というお値段になっております。 M サイズがジャケット、ジャケットが S サイズと M サイズで、パンツは S サイズのみだと。まあ、日頃ね、結構レプリカとはいえ結構お高い商品がこの値段で買えるので、サイズが合う方ぜひいかがと。で、帽子も M サイズだけ1着残っております。こんなやつ、ね、はい、1000円。ということで、夏だと、あ、こちら、この度後でリンク貼っておきますけど、特売品のコーナーをいろいろちょっと更新しまして、今回はこちら のプロッパーアイスパフォーマンスポロレディース、まあ、レディースとは言ってもですね、そうそう、なんつうの、メンズの方が着ても全然違和感はないです、うん。まあ、サイズがちょっとちっちゃめにはなりますけど、レディースの SML、こちらも、下の方にリンク貼っておきますが、カーキじゃない、ストーンっていう色だったかな、うん、ストーン、カーキっぽいやつ、ね、それとこちらのコーン、ネイビー、うん、こちらがそれぞれ3500円となっております。そして特売品といえば、なかなか好評、買うなら今だと、ブルーフォースギア、ラージユーティリティポーチ。これですね、円高円安とかの関係もありますけども、通常だと結構高いはず、まあ、それがちょっと今回は各色6800円で、カラーは他にもブラック、コヨーテ、OD と4色揃っております。ペットボトルとかハンドガン入れても大丈夫なサイズなので、まずはこちら、まずはって言っても随分上等なやつから攻める系のサバイバルゲーム用品、まあ、アウトドアなんかにもいかがと。こちらのモレーのベルトの組み合わせによってはベルトなんかにもつけても十分使えると思うので、いかがでしょうかと、うん。でですね、そしておすすめといえば、前からもうなくなるとか言っておりますが、あと 2個あります。マック堺ハンドタオル、こちらもぜひ週末来たら、この夏のワンポイントアイテムとして、おしゃれな皆さんいかがですかと。で、ハンドタオルといえば、うちでは、こちらも、これいくらといくらだっけ、大きいのが650円で、大きいのが650円、1個が450円、ちっちゃいハンドタオルが450円、うん、陸自迷彩のこちらのハンドタオルと通常のタオル、うん、こちらも大変今人気でございます。そしてそしておすすめといえば、ホームページとかスマホで見ていただいている方は分かると思うんですが、今週もずらずらっとスタッフの方でおすすめ品をこのようにこう、あ、タオルとか、うん、ね、マックさんのハンドタオルとか、あとこちらのガーバーのナイフとか、ね、結構これが今おすすめですよというのをちょっとスタッフの皆さんで更新していただきましたので、よかったらそちらもチェックしていただけると幸いです、うん、T シャツとかね、はい、そんなんで、こちら先ほどもお買い上げいただいた方ありがとうございました、トゥルスペックのクールキャンプシャツなんかもあります。で、ちょっとくどいようで申し訳ないのですが、おすすめ品、こちら特化バッグいろいろ入ったんですけど、 T
TAB の21と、でこちらはブラックネイビー、ネイビーグレー、そしてもう一つがこれがグレーブラックで、こちらですね、この辺の位置かな、はい、スマホをこのように挿して操作がこのようにスムーズ、なんと快適。はい、どうもありがとうございました。カメラをスマホで使ってるから、ちょっとスタッフに協力していただきました。そんなんでこちら3色あります、ホームページのおすすめ品から、チョイスできます。でこちらいずれも各色800円ということで、まあ、単なるショルダーバッグですけど、お一ついかがという感じでございまして、他告知としましては、週末土曜日曜と私の勤務予定表から見ると10時から4時まで店番といっても、まあお昼ぐらいから本部と、本部ってスタジオトルーパーズとお店を行ったり来たりするとは思いますが、まああの日頃こちら動画見ていただいたりツイッター見ていただいたりしている皆さん、山中に前から何か一言言ってやらなきゃ気が済まないとか、そういった怒ってる方は来なくていいですけど、そういう方いましたらぜひお越しいただけると幸い。他に何か告知ありますか？ないって。そういうわけで、今週末お盆と等々で皆さんいろいろ帰省やらないやらでお忙しいかと思いますが、トルーパーズにお越しいただける方がちょっと空いていただけるといらっしゃいませ幸いです。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。拍手してください。